どうだろう。あの、あれか、奥の方。Excuse me, I need some help.
しいハイプレッシャーを、このスーパープレイ、プレゼンの神プレイ、ハイプレッシャーの中、そしてチームの精神的支柱、誰が見てもヒロちゃん、任した、求めているのはチームの勝利、これがこれがヒロちゃんデッドバイのエーススーパースター、何度でもデッドバイの勝利の女神が俺に微笑む、チームが求めているのは勝利、願っているのは勝利、戦いだった。発電機は結構回ってた。誰が回してる時に俺が入って、で、俺の最重要の仕事を、まあ、救助面は二人が回したから俺が救助入って、で、まあ、厳しいとこだったけど、もういるからしょうがないよね。一回抜かないと次に繋がんないから、トンネルしてもらってる間に時間稼ぐっていう。で、四代目。うん、超厳しいところ。で、もう、あそこ、キャンプの可能性あるんで、もう五代目。あとはもう必ず抜ける。これ徹底して、徹底してやる。たとえ時間制限になろうがなんだろうが。確定一生。この一生大事。これが基本。最低一人が抜ける。これがデッドバイの、本当のデッドバイ。間違ってるデッドバイをやってはいけない。はい。パーティーとかでやってるようなんだ。配信してたらパーティーとかでワイワイやってるんだから、はい、一人抜けますとは言えねえだろうっていう、だけの話よ。本当のデッドバイに乗らないんだから一人確定一生。他人なんだから、でも共通言語。たった一人抜けてほしい。これは共通言語なはず。デッドバイプレイヤーの。それをちゃんとやる。うん。感情は入れない。数年後。数年前はちゃんと考えてやる。うん。発電機だけの男だと思って読み込んでたら全然違うでしょ。一回目はだって俺がフリーだから、俺が行く。あ、まあ楽しかったですね。